この棚全部ギターの弦？うん、この店は品揃えがいい。ギターの弦ってこんな種類あんのな。切れちゃったのって2弦だっけ？そうだけど、せっかくだから全部買えるつもり。よし、あった。え、そんな高いの？こっちの安いのと何が違うわけ？弾き心地とか。弦はちゃんと選ばないと、弾き心地にも音にも影響出るから。なるほどな。ちょっと買ってくるから待ってて。いってらっしゃい。お待たせ。じゃあ行こっか。ほう、ギターも奥が深いんだな。興味出たなら、アリサもやってみたら？やらねえよ。私はキーボードで手一杯だし。そう？他の楽器を触ってみると、自分の楽器も上達するらしいよ。プロのミュージシャンにもマルチプレイヤーは多いし。つってもな、プロ目指してるわけじゃないしな。私が教えてもいい？うん、考えとか。楽しみにしてる。あ、ちょっとそこのお店寄ってもいい？いいよ。お？アクセサリーショップ？こういうの集めるの好きなんだ。へえ、この店結構種類あるな。シュシュとかコサージュとかヘアピンとかいろいろ置いてある。これかわいい。ほんとだね、おたえに似合いそう。アリサはこのリボンなんて似合うんじゃない？似合うわけねえだろ。そう？似合うと思うんだけどな。私はこういうのはって勝手につけんな。やっぱり似合うじゃん、かわいい。ねえ、これみんなでお揃いで買わない？かすみとリミリンも合わせて、ポピパのみんなで。いい、すっごくいい。でしょでしょ。アリサはどう？みんなでお揃いか。で、別に構わないけど。バンドの結束のためにはこういうの必要だしな。私の趣味じゃないんだけど、仕方ないからつけてやるよ。決まりだね、みんなで買おう。友達とお揃いのアクセなんて初めてだな。アリサ嬉しそう。別に嬉しくねえし、仕方ないって言っただろ。私は嬉しい。私も嬉しいな。気持ちを一つにできそうだよね。このシュシュ、次のライブでみんなでつけようね。それいい。そうしよう。ま、付き合ってやるよ。